目が痛すぎて今コンタクト一1回外してましためっちゃ痛くてびっくりした治ったはず交差すごかったしめっちゃ目かゆいからただでさえ余計やなこんばんはこんばんはありがとうねギフトくださった方もごめんね投票モードにしちゃったこんばんはこんばんは 皆さん今オンラインお話し会握手会個別の肩たたきしゃめ会の受付がスタートしててまたペケぽポン増えるように応援してほしいのとあとは普通にね皆さん会いに来てほしいのでお気軽に初見さんも会いに来てください握手会肩たた,たきしゃめ会そしてオンラインで会えるオンラインお話し会もあるので何かそのイベントでの質問とかも。 あるからぜひあるかじゃねあったらぜひ送ってください。ょ <laughs> ったえ、ねやばいめっちゃ曇ってるよね。たすりの新作そうめっちゃコメントであの今日着てた服めっちゃ質問来てて明日また載せようと思ってるので待っててください。<laughs> TikTok でカラコンシェイタし,たのしでもねあれねあのちょっと違うカラコンでもあるねあの日つけてただけで。 また彼のはいつもめっちゃ使うやつはまた別でのせようと思うので待っててください <laughs> あれは昨日使ってたやつにしましたちょうどねコンタクトが切れてしまって今日もその違うカラコンつけてるんですけどいつも使ってるやつまだ変えてないねんおりほおりほ,ーやっほーおりほしましたねソタに投手おめでとうございます 嬉しいなんかいつも「うん頑張れ!」っていう感じやったからなんかねやったからほんまに今日は嬉しかったです途中途中見てたんやけどメガネ持ってないですがメガネにあんまかけないここにさあとついちゃんねんこれメガネのあとつくからあんまつけへんマークこんばんはマークありがとねいつもコールコール最高やったこの前 前回の公演が全くコールなくて、はい、偉大さをすごく痛感しました「ありがとう」コールしてくれて「オリックス調子いいね」って「ありがとう」オリックスの試合ばっかり見てるんですけど <laughs> 今日もあの速報速報をずっと見てましたから今回そうさっき言ってそう 握手会やましてして「い来てほしいのーゆかちゃん来て来て」来てぜひ初見さんとかいつも来てくださる方とかでもあの握手会とかの質問とかあればお気軽に言ってほしいしお気軽に会いに来てくださいペキャポンももっと出したいのでちょっとなんかもうほんまに悔しい <laughs> 握手会申し込んマジマスほんまかありがとうございます嬉しいです 今日はオリホーとトラホーでねっね佐藤輝明選手が最後さよなら決めたみたいなのを見ましたコントロールとスライド良よかったねおっそうやったんやもう速報でしか見れてなくてチラチラしか見てなかったけど5回まで投げてると思って見てましたほんまに今日おめでとうございます倒しになってもいいですかサクパウェルカムなってほしい見てではいつも X イベントもう本当にみんな握手会もオンラインも気になってくださった方みんな来てほしいし何か質問あれば今ね全然お答えするので言ってほしいし撮るよっていうのももし決まってたら言ってくださると嬉しいので教えてください。こんばんはこんばんは。「涙袋メイク教えたしおぜひ全然教えるよ」 握手会でも教えるし顔かわよあありがとう <laughs> ありががととうう今日はねあの朝取材あったからちょっとアレンジしてもらってていつもと違う巻きなのかな自分で巻く感じではないから違った雰囲気とあと今日はストーリーに載せた今日のバーベキューの動画の服をめちゃくちゃ聞いてもらえるので明日載せようと思ってます。 で待ってのあとねいろいろめっちゃさあのいっぱい溜まってるね ZOZO マリン行った動画も TikTok に載せたくてまだ編集してなくて動画だけであるんやけどバラバラのコマ撮りの動画だけあるからまた編集して載せようと思ってるので待っててください ZOZO マリンでもグッズ買ったのでランダムの紹介もしたいしいっぱいあるから。 劇場楽しけどついきって私両方やけど今は握手会いっぱい来てほしいちょっとなかなかペケポン増えなくてそれもなんかん悔しいって思いながら見てるのでぜひ皆さん気になってくださったら会いに来てくれると嬉しいし素直に来てくれるのがすごく嬉しいのでお待ちしてます横浜 に遠征で行きます待ってるねありがとう彼のとこ来てねまた最イズやったウソサやったのにキャンセルやったんうっそ黒豚さんお仕事大変やねまた待ってますねありがとういつも握手会はおーケンカし緊張するマジでも緊張してくれるのも嬉しいけどね <laughs> でも全然 ねお気軽に来てくれると嬉しいですうらのんでってどんなのか気になる <laughs> 待っててな3時追加ポチポチ管理休みありがとう嬉しい仮面だけ可愛いと思ってえありがとうニコちゃん嬉しいあっ分かる自分のアレンジできへんからさアレンジしてたら多分めっちゃ珍しいよね この前、外野席来てくれてありがとうございました。また外野来てください。お邪魔します <laughs>。お待ちしてます。来てください、関さん。今日もめちゃめちゃ美人さんですねって書いてたさん、ありがとう。バーベキューだと、バーベキューっていうのかなお肉焼いた。<laughs> バーベキューカレーみたい。明日も載せるし、インスタのストーリーにも載せたので見てください。 バーーベキュー羨ましいえねバーベキューなんて彼はしたのいつぶりっていうくらいした記憶ないもん <laughs> それくらいぶりにしました握手会度緊張しそう「マジでも来てほしい待ってるな最近の TikTok めっちゃ好み嬉しいまたコメントしてください んちゃん大阪も横浜も追加したよって半生さんもう今とっても悔しいので来てください <laughs> お待ちしてます来てくださるのめっちゃパワーになりますカレンちゃんの似てない塗り絵です塗り絵 <laughs> 塗り絵カレンの愛してるとか愛してたとかが大好きですええー、嬉しいありがとう hyjs さん褒めてくれた嬉しい 極めたいと思っていっぱい練習してるのでそうやって言ってもらえるのめっちゃ嬉しいですフーディでツーで2ショット撮りたいけど6月めっちゃ暑い気がする確かにねなんかなんかナーモンキー品買ったら生地は結構涼しい感じだからいけるかもなんか日焼け対策とかでもいけそうな感じもするけどどうやろ6月もっと暑いかななんかキー品買ったらいけるかもしれんホーミン待ってるの来てな カレンめっちゃしゃ喋っちゃうからカレンから喋りかけちゃうからぜひねあの何か話題決めてくださってたら先に「あのねカレンタン何とかでな」って言ってくれるとそう聞く側に回れるけどなんかカレン自分からも喋りたいってなっちゃうから <laughs> 気をつけてカレンに先越されたらちょっともう話題持っていかれるので正解はおしゃべり好きやから来てほしいです。 大阪も横浜も少しだけやけど行くよ嬉しい遠征もありがとう最高やわめっちゃ楽しみにしてますバーベキューの写真楽しみ待っててねーオリフォーでオリフォーしました次は横浜遠征もポチポチしましたありがとう横浜の方もピケポン出ますようにもう無理、ね、ピケポン出したいめっちゃ可愛い,い だけじゃゃなくて本当、えー、ありがとうさやち握手中華したいけどお金がマジマジそれはそれはめちゃくちゃ悩みどころやんねいっぱい悩んででもいつでも待ってるのでもしよかったら来てくださいお待ちしてます <laughs> しゃべ誘われたからひょっこりしねいかもお待ってるね待ってるねラチームメンバー幻のバーベキューほんまにね行きたい言ってて行かれへんかったもんなほん幻やわ 横浜はお仕事できないのでおたとも数人に代理購入してもらって、よマジこういうメンチが並ぶからよろしくねもう黒豚さん嬉しい暴れへんの寂しいけどほんまにいつもパワーを送ってくださってありがとうございますめっちゃ嬉しいですそしてまだまだパワーお待ちしてますめっちゃ嬉しいほんまにありがとうシャメだけ撮りましたシャメ待ってるねいっぱい撮るなじゃじゃあもういっぱいシャメ追加してください待ってます カズニッチさんこんばんはこんばんはあ手し会しゃめ会オンライン追加してるレイカちゃんありがとうほんまにありがとう楽しみにしてるしゃめ会ぽちぽちお待ちしてまず夕ー,ハー追加よろしくですエルマパ横浜のお大阪横浜全部行くうれしいエルマパもいつもありがとう声も来てくれてな両方来てくれるや超うれしい待ってるー 来てください <laughs> めっちゃ嬉しいおよくっちゃう m のサインさん最前でカレンダンからファンさんいただいて嬉しかったので握手会申し込みますありがとうそれも嬉しいこちらこそありがとうですもうファンスは彼は自分のこと見てくださってる方みんなのことがすごく嬉しくて好きだからその自分の家を持ってくださったけどそれはもう一番最優先やけどでも 推しじゃなくても見てくださってることが嬉しいしニコニコしてくださったりそれが嬉しいからそうたまになんか、うん、プイッてされる時もあるけど <laughs> あるけどあるからこそだからそうやってなんか見てくださってる方がいるのはすごくありがたいなと思えるしそうやって握手会まで来てくださってありがとうございますウェルカムなのでまだまだ来てください <laughs> 嬉しいカレンタンの「M コ演」見に来てです「来てよ五郎丸」 待ってるよ葵ちゃん葵ちゃんも来て来て毎日会いたいが募ってるよ「ホンマホンマ?まま」ってそんな言われるの大好きな人やで「今日のストーリーのバーベキューの彼女感強すぎてキュンってしたかわいすぎ」「ほんマ、ま、やった嬉しい」なんか最近あのー、写真を撮るアプリを変えて写真と動画を別のアプリにしてたんやけど 同じアプリにしてみて、映り具合もまた変わったと思うんやけど、今の、今日の載せたストーリーの動画の映りとかは、いい感じかな。<laughs> なかなか着ないと通報されそう。あ、マジマジで好きちゃうのかな <laughs> 悪者会いつも、家を明かされる私ね。そうですよ、コツさん。喋ってくれへんからさ、コツさん。ちょっと、ちょっとちょっと。でも昨日、いっぱい目やって嬉しかったですよ。 ありがとう来てくれてこんばんはこんばんはこんばんはカレンちゃんのお話し会は先手の取り合いですもう間違えないでもマープはいつも結構いろんな準備してくれてるもんねパソコンなんとかも準備してくれてたりさホテルも取ったからまた娘と行くね待ってる親子で来てくれるのね待ってます いつもも持ってかれても <laughs> そうやんな <laughs> そうやんな, <laughs> やんな <laughs> でも全然もうみんなもあの喋ってほしいのでお気軽に喋ってくださいちょっと聞いてって言ってくれたら全然もう聞くのでそういうのも大好きやから言ってほしい行きますよかちゃん待ってるなぁ握手の時がかかるからマジかうっそなかなか会えるしないから会いたいんやけどなあにこちゃんこんばんはこんばんは もうすぐ60歳でも握手会に行っていいんですかの来て来てウェルカムだよお気軽にだよ全然優しく喋りかけてください彼 <laughs> も喋るの遅いのでウェルカムですよオンラインと横浜は新風乗って行きますほんまにありがとうめっちゃ楽しみ 今回はオンンライン中止で投げてるそううなんんやさパワーありがとうほんまに今一番欲しいパワーがこの、ね、お話し会そして握手会肩たたきしゃャム会のペケポンを増やすことなのでそれが一番パワー欲しいのでポチポチしてくださってるのめっちゃ嬉しいですお話し会で「久しぶりやな」って言われて「はいすいません」ってなってめっちゃよかった <laughs> よかったんそれはそれもよかったのか ありがとう大阪りこ追,追加して待ってる部活で可愛、はい子はいっぱい増えたええー、やんええー、やんかそれは最高やんあいっぱいお話しに行く「ゆきちゃん来てよ待ってるいっぱいありがとう楽しみ」 初めて行く関東の友達誘って横浜を応募したゲ和スさん和牛さんめっちゃ久しぶりじゃない名前呼ぶのめっちゃ久しぶりな気するんやけど来てください嬉しいお友達も来てくれるんやねありがとうございます今年はやせできないよお本ほはもう大阪にてんこ盛りできてお願い頼むで待ってます久しぶりに横浜やせしようか 神戸空港からの飛行機チケット調べてみますえー、マまさるさんもマジえー、嬉,し嬉しい嬉しい嬉しいほんまにありがとうちょっとなあのあぺペケポンあんま出んかったなって悔しかったんやけど今ちょっと元気になってきてますカレンでもペケポン一つ出たのでね本当にありがとうございますまだまだ飛ばしていきましょう大阪の握手…そうもう新発落ちたのにちょっともっと勢いが正直欲しくて悔しいからカレンはすいません 大阪の握手会と6月23日のオンライン追加しましたありがとう待ってますみぶろさんちょっと土曜日 NG ですもんねみぶろさんねお待ちしてます日曜日昨日の今声も最高に可愛かった来てくれてありがとうねまた次握手会とかでも会いましょう待ってますアプリ知りたいアプリは彼はねあの B612 使ってる P612 使ってます ケイタ大丈夫かなそれなそれなあのマッシュになっちゃいましたもんねやばない無敵なのにって感じ公園での個人攻撃が照れて人向いてしまうんですよダメですよ慣れてくださいなっ <laughs> たら逆に彼らのことあのいっぱい見すぎてこっちが照れるくらい見てください <laughs> どうや <laughs> お話したいことたくさんあるからまた応募しようかなと思ってますかなっちゃーん来てよーいっぱい聞かせて何やろういっぱい聞かせて土曜と水曜劇場公演最高でしたよ長谷さんありがとうございますめっちゃ嬉しかったです長谷さんやと思ってめっちゃ嬉しかった生誕祭の時のことは引きずってるから何のことほんまに何を引きずってるの だってさもういっぱいファンの方来てくださってるからほんまに特別もうずっと見るとかもできへんよでも彼はちゃんと来てくださってることも気づいてるし見てるしほんまにありがとうって思ってるからもう毎回言うけど何も心配しちゃんね,ねほんまに見てるよちゃんとだしほんまに嬉しいと思ってるから逆に嬉しいと思ってるのに見てくれへんかったとか言われちゃうとね彼の方が落ち込むからえって彼嬉しいなって思ってたのに。 あカレン全然興味ないと思われてたんやってなっちゃうから言わんで、ね、そんなこと悲しいよね大丈夫やでなのでウェルカムです応援よろしくカレンタンどこ行っちゃったカレンタンの握手初めて行きますマジでかつおぎさんうそしいノープランでいいよノープランでもプランありも好きやけどプランなしもいいよ <laughs> 嬉しいの何きっかけできてくれるんやろ ありがとう。何枚撮ったか忘れたけど、え、こッさん、じゃあ、ちょっと何枚撮ったか分かるくらい追加お願いします。濃いメンツで連番予定してます。楽しみ、楽しみ、楽しみ。お待ちしてます。結構リアルでは早口は。<laughs> いっぱい喋べっちゃうからかな。彼の普段の日常はスーパースローリーやから。<laughs> 大阪で香川から飛んでいくあいにくいありがとう気をつけて来てください待ってるよお彼のこと気になるっていう友達に話しやすいよっておすすめしたら撮ってくれたからよろしくだよ嬉しいちょっと花も一緒に来てよ2人でお友達と紹介してしてうん花声やで昔からやで <laughs> ありがとうみたくん。 ずっとやねんこれやつ念願のお写真撮れるの楽しみねえななこちゃん撮ろうね前日の握手もだけど嬉しい握手もお写真も皆さんたくさん待ってるので来てくださいお気軽にドレスの話聞いたしあっホームや何色になったのかとかめっちゃ聞かせてよいろいろ聞きたい写真も見たーい 前回初めて握手会ってめちゃくちゃファンになってえう、ー、れしい前回の覚えてくれててとかさ前回初めてで今回来てくれるとかもめっちゃうれしいありがとうございます初見さんもウェルカムなので来てください横浜おばしますかなちゃん待ってるよ可愛すぎてうれしいうれしい直接会った時もまた言うてカレンター何気に記憶力いいよなえともに でもみんながそうやって楽しい話とかしてくれるからこう覚えないとっていう意識で覚えてないからスムーズに入ってるっていうのもあるしもちろん覚えたいっていう気持ちはずっと持ってるけど今回は質問したいことあるから顔見てかわいすぎるで時間過ぎないよう頑張る <laughs> ありがとうレックちゃんそれもモメるカムやけど全然質問モメるカムだからしてね。 昨日の公演楽しかったよってえー、ありがとう本当野原の,のけんちゃんお待ちしてます大きささいこの難波式署名会の時隣に並ぶの緊張したなんでよーなんでよ <laughs> なんでよやけどありがとうしっかり申し込んできましたよかちゃんありがとうね彼の顔不足顔だけかい <laughs> でもありがとう嬉しい顔褒めてくれんの ありがとう久しぶりにおしゃべりしたいねってしようね公園遠征してるけど全日ってポチポチしてるから安心してるねエルマパーありがとうオンラインの名前もマッスルだから覚えて覚える結構今日めっちゃコメントしてくれてるもんねちょっと見てるから覚えてきてるいっぱいまたコメントしてください私の身長はカレンと同じくらいしゃ会の時面白そう 同じ目線になるかもしれんね。え、けど、衣装でさ、ヒール履くから、結構もっと高くなっちゃうかもしれんけど。遅れてこんばんは、ヤンホー、高かち。ずっとお写真撮りたいなと思ってたから、当選で見たときに、出席で,できそうになったのよ。ほんま、ありがとう。いっぱい撮ろう、いっぱい撮ろう。いろんなポーズしよう。嬉しいです。 応援仲間の女子二人もカレンと握手買ってたええー、嬉しいいつも一緒に並んで来てくださってる方ですよね嬉しいフラって言ってる残念敵でした <laughs> ありがとう名前覚えてくれてゴールドウェイク行けたら行きますねお来てください来てくださいカレンいたら来てくださいみんなカレンいる公園に来てね <laughs> たぬきのグッズも準備したから披露するおぜひ待ってます待ってるキャップとか買ってくれとったねたぬきさんの方にもいろんな方が行ってくださってて嬉しかったです握手お試し券もカレンダーのために使うからね嬉しいありがとうカレン大優先めっちゃ嬉しい一日にでたくさん取れました 待ってるね次も <laughs> 今回もありがとう楽しみしてるね前回よりも撮ったからで嬉しいほんまにありがとう待ってますカレンちゃんおすすめのポーズはんやろかわいいのがいいんかな男の子とかやったらこうオリフォー」とか「野球関連」とかホ「ホイサーホイサー」とか「笑焦点ポーズ」とか野球とかいっぱいあるしピロピロもよくするし。 でもハートも彼に、ね、結構よくするかもやっぱ写真でハートって可愛いよねハート好きやねん形なんかデザインとかでもいろんなここから選んでいいですよとか言わったらハートよく選んじゃうハート好き野球の話とか他にも話したいことあるからお財布余裕あれば追加しますシャムも行きたいし来てほしい待ってる来てくださいゆかちゃんこんばんはこんばんは 横浜の一部は関西から行く人が少ないやろから一部から行くなありがとうめっちゃ嬉しいほんまいつも優しいマークほんまありがとう楽しみしてるなお疲れ様こんばんはありがとうこんばんは初見ですなおさんありがとう M ポーズとかは確かに今の M になってからあんまり M ポーズしてないかもカレンちゃんのポーズといえばクマちゃんじゃない <laughs> 靴下クマ <laughs> ちゃんのやつやな でも意外とそれオーダー入ることないわないわダゾンダゾンかダズーンダズンとダゾンいつも分からなくなるねダゾーンやったっけ正解はもちろんカレンちゃんが優先ですかほんまにやでカレン最優先でお願いしますよあポン頼むよ 皆さんお気軽にコメントしててね握手会オンラインお話し会そして肩たたきしゃべ会が今受付中で明日のお昼12時までとなっておりますなかなか直接会えるイベントないのとそして受付中にしか受付できないので是非ねスケジュール会えばいっぱい会いに来てくださいお気軽に来てほしいです質問などあれば是非ここでコメントで送ってくださいこんばんはこんばんは 幻のカレンタンタポーズもあるやでもう,もうあれは幻すぎるな <laughs> 彼の研究生の頃を知ってくださってる方しかカレンタンポーズ分からんで、ね、覚えててくれてありがとう今回のセーラー服のく気めっちゃいいね買わざるを得ない嬉しいゲットしてくれるのそうなんかなんか唇チュルチュルでした <laughs> セーラー服はほんまに私服だよね 着ない服なのでぜひレアだと思うのでゲットしてくださいグッズありがとう寝た着でポーズ着れたけど追加していいですかえぇ、ー、ポンポン山さんめっちゃ嬉しいこの前ももうね50枚くらい撮ってくださって連続でポンポン山さんすごくないすごいねポンポン山さんってほんまにありがとうございますまた寝た着れるかもやけど来てくださいポーズいっぱいなんかポーズ調みたいな見とこ <laughs> 楽しみにしてますポンポン山さんありがとう <laughs> お知り合いのマークについていこうかな横浜で一部えー、来て野原の健ちゃん来て来て一緒に来てーマークん心細いと思うから一緒に一部から来てください <laughs> めっちゃ嬉しい肩たたきは緊張するのでしなくて大丈夫ですなぜで,ですか橋さんたたかせてくださいよ <laughs> 全然ベルカムなので身長と体重を教えてください教えません孝典さんこんばんはこんばんは肩こり始めてるからたくさんほぐしてください喜んで喜んで「あさイチ」の新幹線で行くつもりよこっちさん嘘めっちゃ嬉しいちょっとカレン以外のレン行ったらあかんで来てくれるの嬉しいからダメよもったいないからダメよしかも。 タイムバムのポーズしたほんまにそれ出しましょう。なんか、たまにね、タイムバムのポーズでって言われるんやけど、すごいテンションがある、いつも。あ、はあ、タイムバム分かってくれるんやとか、ポーズ分かるんやとか、めっちゃ嬉しいから。ゆくちゃん来て来て。ね、見た見た。そのツイート見たでたこのうち。見た見た。今度ね、あの、ジョゾンマリンに行ったの TikTok に出しようと思ってて、さっきもその話しとったんやけど、 TikTok にね z o z マリーに行った日の Vlog みたいなものしようと思ってて鳥めがてんこ理りやからはよ編集しなかんねんけどちょっと編集また頑張りますサまいとは綺麗なカレンタインやねありがとう <laughs> インスタめっちゃ見てくれてるんかなすごく嬉しい握手会サメ会らの話会も待ってまーす来てね J リーグも好きやからサッカーの話もしたいなって ぜひワギスさんぜひぜひ神戸空港からのスカイマーク座席空いてたおに撮ってくれるんや待ってますマサルさん来てください嬉しいめっちゃ遠征嬉しすぎるホンマにありがとう最近肩凝ってるんだよねおじゃあ肩たたきシャメ会来てくださいこんばんはお初ですお初ですギグスさんいやでもいろんなことあるでギグスさんって彼。 前のカレンタンの肩届き可愛かった。え、来てまたリバイバルお願いします。オンラインをいつにするか悩みます。お、確かにでも一番最初の日とかはね、あの最短で会えるのでおすすめなので、早う会いに来てください。初見です、秀さんありがとう。カレンタンの握手が一回行っただけではまた来てよ、また来てよしきさん。よしきさんすごい美しく輝くでよしきちゃんすごい綺麗。きれい 素敵待ってますお写真のポーズどうしようってどうしよう何のこっちはリボンつけてくれてからリボンポーズとかする <laughs> 私はこんばんはこんばんは私原らくれんさん以外のれん行ってませんよえーありがとう嬉しい一途やんありがとうこっちさん嬉しいちょっとちょっと嬉しいありがとう 目め疑ってこれからも行かないで <laughs> こんばんはこんばんはこんばんぴろぴろ出遅れてしまったお仕事やったのかなお疲れ様です今回は旅行先や球野球場からお話会に参加するかもめっちゃ楽しみそういうの見るの大好きなんですハマちゃんありがとう待ってます野球場とか嬉しいの旅行先も気になるし 焦点ポーズ、肩上がらないバージョンと肩上がるバージョンで挑戦しようかと。おしようしよう。いっぱい撮ろう。いっぱい撮ろう。森友屋の4ポーズ。それ、ね、オリフォーのフォーで。右手が L ですよ、皆さん。<laughs> 大阪8部と9部いきますって。こーちゃんありがとうめっちゃ楽しみって。彼はも楽しみにしてます。ありがとうございます。 彼に関する確認で行くことはあります。もうじゃあもう確認なしでもうダメ行っちゃダメ。<laughs> 彼以外のレイ行の禁止です。はい。のんのんのん。皆さんお待ちしてます。握手会、オンラインお話会、そして肩たたきしゃめ会は2枚で1回なんですけど、その分肩たたきもしゃめ会もできるので来てください。個別しゃめ会肩きは 六月九日に大阪 ATC ホールでありますこの日はねあのそのイベントはお衣装になるので NMB の衣装を着て写真を撮ったり肩たたきをさせてもらいます買、はい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  <laughs> 今さっき横浜のアクジ応募してきたよってかなっちゃうありがとうめっちゃ嬉しいありがとう皆さん待ってますねポチポチ報告待ってるね 出ててこんなポーズしておどんなポーズやこれはウインクしてるのかな <laughs> ウインクしよう待ってますお衣装どんなんや確かに制服とかかなこの前はね渚最高のお衣装やったんだけどどうなるんかなで個別握手会が大阪 ATC ホール大阪では6月の8日8日土曜日にあります。 清楚の日という感じにしてるので567部はミニスカ89部購入次第なんでまたお楽しみにという感じになってますね結構夏っぽい予想をしたいなで関東の方も朗報会えるんです8月4日パシフィコ横浜横浜なんですけど横浜に大阪飛び出すので是非その日しかね大阪以外ではないのでなかなか遠くて会えないよって方は8月4日を抑えてほしいです 全身見てよということで 1, 1部2部3部はちょっとまだ購入次第なんですけど4部は短パンロングブーツどうでしょうか皆さん皆さんお好きでしょう <laughs> お待ちしてます。来てほしいです。ね握手会そして個別シャメ会の肩たたきという感じでね。で関東行く日もあるのでたくさん皆さん狙ってきてほしいです。 オンンラインの初日暑いだろうけどダズリン切れねいきてきてほしいちょっと暑かったらごめんねお着替え持ってきてね荷物塗っちゃうけど大阪参加しますおっかりたんありがとういっぱい待ってるね楽しみしてるね今回もリボンつけていくねあ <laughs> しようしようリボンポーズもしようねなこいちゃん シャメ替え取れたので、今から肩凝らせときます。<laughs> 肩は凝らさんでいいんやでいいんやけど、凝ってたらポンポンするな。取りたいポーズあるからシャメ替え取るかも。え、来て来て、あゆみちゃん。あゆみちゃんいっぱい来てよ。待ってるよ。美脚目当てで言っていいですか来てください。お待ちしております。今回は私も悔しかったので、カレンちゃんだけです。 なん言ってくれるの嬉しいありがとうカレン一本ってことでほんまに嬉しいありがとうタカさんオンラインも全日で顔出しします最高ほんま最高サピオほんまにありがとう皆さんもねオンラインお話し会も待っているので直接は会えないけどお顔見てこんな感じでおしゃべりできるので来てくださいみんなのお顔見せてください 台の上乗ってもらうと全身見えそれなでも下がってって時は下がるので全身見せるので言ってくださいこんばんはこんばんはひえちゃんル l t さんのチキ大事にしますえねえ当たってうれしかったオーバーありがとうバーベキューバーベキューあれで神戸ですよ おお待ちしておりますそしてオンラインお話し会は6月22日がダズリンさんの日なのでダズリンさんの、ね、アイテムもしゲットしてくださった方は必ず来てほしいし持ってないよって方でもね全然お気軽に来てほしいのでこの日はオンラインで会える一番最速の日なので6月22日お待ちしてます。23日は「梅雨ってことで56部は「甘い甘い甘くない?」っていう感じのコーデ。 で、789部がポニーテールをします。あんまりだ、ね、からほんまにヘアアレンジせえへんから6月23日の789部のポニーテールは結構レアじゃないかなって自分で思ってます。詰めかえ見つめをしよう。見つめ合う。ポーズもめっちゃしたような気がする。いいよね。いいよね。あれ。なん 7月6日は初夏56部がお気に入りのワンピースワンピースコーデにします789部がブラックノースリーブブラックコーデ結構いつも皆さんに高評価いただけるので皆さん7月6日の789部来てください何ポニッてだとそうやで6月23日の789部ですめっちゃ肩こりすぎというかびっくりされないようにするねそうやでほぐして なんなちゃんポニーでしばかれたいもうしばいてあげたいけど画面越しやから画面越しでしばこうと思うので来てください <laughs> お待ちしてます頑張ってしばきますえー、そして7月7日七夕の日は織姫ピロということで56部は織姫らしくない織姫となってますので来てくださいで789部は天の川渡って会いに来た織姫 織姫デーなので織姫祭りで来てください設定女のホームランパフォーがかわいいんやけどレオレオかわいいよなー彼もおしめレオもう彼レオ登場したらいつも「レオー!」って叫んでるもうもう愛するっていうこと忘れて「レオ!」って叫んでる <laughs> お聞こえてるかなと思って「レオ!」って「エビバディ!」って言ってるし。 大好きほんまに好きほんまに好き前回のシャメ会のたぬきクマヘアも可愛かったよありがとうセリクちゃんね今回何の衣装なのかなシャメ会の気になるねおちょこちょこオンラインポチでまずでありがとうアウグストスさん お願いしますお忘れのないようにね、また今回の受付でもペケポン完売を増やしたいので皆さん応援パワーお願いします。このね、握手会、オンラインお話会、えー、肩たたきしゃめ会でペケポンを出すっていうのがもう今、めちゃくちゃ皆さんから欲しい応援パワーなので、ぜひ気になってくださったらポチしてください。待ってまーす。いつかその公景気をお世話で。 そいやほんまにやし皆さん見てはると思う周りの席の方は <laughs> ほんまにねオリファンの皆さん優しい方々いっぱいで優しく見守っててくださってるから何も言い張らへんしか書き張らへんけどめちゃくちゃ楽しんでますカレンはもう素直にファンとしてめちゃくちゃ大きい声で応援してるし <laughs> ほんまに全力もうこの前の手伝わったよね多分。 <laughs> アイドルとは思えへんくらかほぼ真顔でスカイ歌ってたしな <laughs> もうちょっと口角上げていこうって <laughs> 気抜けすぎてな <laughs> 次の展開気になるから次のことこう考えながら歌ってるからさ <laughs> っていうかあれ好きな時やったからよかったけどさ、うん、他の選手のさ、うん、登場曲とかもさ、うん、熱唱してるからなかその間のさ応援歌も全部歌ってるからるそっちの方がやばかったよ うん、まあでもおべにさんのでキュッですと思ってたけどな,んか, <laughs> なかなかやけどいやでもほんまにおべにさんすごかったでその2日後にまさか坊主になるとも思わんかったけど <laughs> いやーだからねこう応援してて楽しいよこういうのがほんまに楽しいえー、続きまして8月31日は花火8月31日でもやばないもうもう9月やん っていう感じなんですけど5六部が夏が終わっちゃう7八九部が清楚なオフショルオフショルみんな好きでしょうなので準備してみました今回も。 でオンラインお話し会ラストの日が9月1日なのかな次の日の9月1日はスポーツの日というかスポーツピーラノにしてるんですけど56789部是非ね皆さんあの推しのスポーツとかのユニフォームとか選手のこととか教えてほしいし全然スポーツに関わらなくてもねスポーツ以外のお話もウェルカムなんですけど何かスポーツ好きな方多いかなと思って <laughs> 一応設けてみたので。 推しの選手とかスポーツとかチームとかあったら教えてください。<laughs> オリックスのお話も大歓迎です。<laughs> お、オリヘメなると思ってたから、狙って、取得済み、ありがとうさやちゃん。<laughs> くまちゃん部屋一日ずれて悔しかった。え、ね、思った、思ったで、それ彼はもう、リクちゃん。 も劇場公演では聞こえてるかなと思いながら「カレーン!」ってコールしてるもうほんまに大好きカレンコール <laughs> マー君のカレンコール大好き昨日ほんまに聞こえへんかったん <laughs> ごめんなさいねえっ、ー、と「こんばんはこんばんは公式イメージガールに採用して」ってオリックスさんって言ってくれてるもうほんとになりたいです大好きです かまちゃん部屋もっと上手くなりたいで。でも上手やった。びっくりしたから自分じゃ何もできへんもんアレンジ。ほんまにすごいよ。ありがとう。しかもそうやって可愛く準備してきてくれて、嬉しい。今回もシャメ会の時ポンタくん持ち込むの。どうしようベルちゃんになってるかもしれへんで。どうしよう。<laughs> 連れてっちゃおうかな。ササマれスタジアムに来てくれてありがとうね。こちらこそだよ。お邪魔しました。新井さん。お久しぶりやな。 こんばんは、こんばんは。去年の日本シリーズからオリックスファンになったよってもうウェルカムです。いいよね。楽しいよね、見てて。めっちゃ嬉しい。こう共通の話題できるのも嬉しいな。ということで、そろそろ終わろうかなと思います。皆さん、握手会 オンンラインお話し会そして個別の片たたきしゃめ会っていうイベントがございますので是非ね握手会も関西と関東で大阪は大阪 e t c ホールそして、えー、と関東はパシフィコ横浜であるのでどちらも一日ずつあるので来てくださいそしてあのー 写真を撮れ,る撮れるイベントがねその日しかないんですけどその日だけあるのでとてもレアなので来てほしいですあとオンラインお話し会もたくさんに行ってあるんですけどなかなかね皆さんのお顔を見ておしゃべりできる機会っていうのが彼にはないので皆さんこうやって顔を見てくれてるんやけど皆さんのお顔を見て話せることってあんまりないので是非ねこの機会にいっぱい会いに来てほしいなって 思います何回でも来てほしいので何回も来てほしいし初めましての方もウェルカムなのでいっぱい会いに来てくださいぜひぜひお待ちしてますウォーカープラスさんの連載そうなんです最終回が昨日ねあの更新されたのでぜひ最終回もぜひ読んでください1年間お世話になりましたガールズペディアさんのアンケートも5月31日までよろしくお願いします ね、いっぱいポチポチするよって言ってくれて嬉しかったです皆さんお忘れなくポチポチチお申しし込みしてくださいもう今皆さんから欲しい応援パワーが握手オンラインお話し会個別カった時キしゃぶ会の件をたくさんもう皆さんにゲットしてほしいっていうのが一番大きな応援パワーだと思っているので是非ねちょっとでも気になってくださったら会いに来てほしいし初見さんも来てほし,い,しいつも来てくださってる方はまたたくさん。 会いに来てくださると嬉しいので可愛い,い準備して待ってます来てくださいまたぺけぽんを増やせますように本当にみんなポチしてくれてるのにあんまり今回増えなくて悔しかったのでね明日投落でいっぱいできたら逆戦したよっていう報告も聞きたいなって正直思うので来てくださいそうやセーラー服の衣装ね生写真とアクリルキーホルダー。 発売になってますレアのシェーラー服なのでぜひゲットしてくださいシャメ楽しみジーさんありがとう撮ろうねありがとう本当にちょっとでも気になってくださった方とか来てほしいのでそしていつも応援してくださっている皆さんありがとうございますみんなにも悔しい思いさせてごめんねもうめっちゃ悔しいので次は さぶきっとバラちてしまったのかなと思うので、次ねあのペキポンがまた増えるように応援よろしくお願いします。そしてポチして報告皆さんありがとうございました。お忘れなくポチしてください。また来てください。今日もありがとうございました。明日もまた配信するので見てください。今日もありがとう。お洋服のもまた明日のジェルでありがとう。先発行きましょうねって。ありがとう。本当にへこんでるの。ありがとう。 また会いましょう。おやすみ。おやすみなさい。またねー。